裏切りの危機。岸優太が平野翔を救った衝撃の真実。平野翔とガン・ユータの関係は本当に兄弟以上。知られざる裏側。ガン・ユータと平野翔の関係は、ジャニーズ事務所に所属していた頃から深い絆で結ばれていた。彼らはキングプリンスのメンバーとして共に活動し、多くのファンに愛されてきた。彼らの関係は単なる同僚や友人以上のものであり、 互いい、に支え合合高め合うパーートナーシップがあった。平野翔はそのカリスマ性とパフォーマンス能力で知られておりグループの中でも特に注目される存在だったしかし彼の才能が際立つ一方で岸優太の存在がなければその成功はなし得なかっただろうガン・ユータはグループの中でバランスを保ちメンバー全員が最大限のパフォーマンスを発揮できるように支えていた 彼の真面目で誠実な性格は、平野翔を含むメンバー全員に安心感を与えていた。特に印象的なのは、平野翔が事務所との契約更新に失敗した時のことだ。平野翔が解雇の危機に瀕していた時、岸優太は彼を見捨てることなく、手をつないで支え続けた。その時の岸優太の行動は、ただの友情以上のものを示していた。彼はどんなに良い待遇を提示されても、 自分の信念を曲げずに友を守る姿勢を見せた。これは真の勘としての彼の姿を象徴している。ガン・ユータは平野翔のことを常に気にかけており、彼の成功を自分のことのように喜んでいた。その姿勢は他のメンバーやファンからも高く評価されていた。彼らの関係は互いに尊敬し合い、信頼し合うものであり、その絆は非常に強いものだった。 2024年の夏、コーチャイラフェスティバルでのキシユタのパフォーマンスは、観客を魅了し、彼の真の才能を示す一幕となった。普段のキシユタは、親しみやすく愛嬌たっぷりのキャラクターとして知られているが、ステージに立つと一変し、神が仮的なスターとなる。その圧倒的な存在感と、自由に表現する力が、彼を唯一無二のアーティストにしている。ガンユタは、 その真面目でで誠実な性格で知られている彼の周りの人々は彼のストイックさを心配するほどだ。しかし、話している時や食事を楽しむ時の彼のリラックスした姿はまるで別人のようで、そのギャップが彼の魅力を一層引き立てている。彼の歌声やダンスのスキルは以前から高く評価されていたが、今の自由な環境でさらにその才能を開花させている。 彼の透き通るような歌声は、聞く人を魅了し続け、彼のファンにとってはたまらない存在となっている。ショーとの関係も、岸優太の人間性をよく表している。かつて、昭が前の事務所から契約更新を拒否されたとき、岸優太は彼を見捨てず、手をつないで支え続けた。どんなに良い待遇を提示されても、自分の信念を曲げずに友を守る姿勢は、 真の感としての彼の姿を象徴している。彼のビジュアルはさらに磨かれ、その魅力は日々増している。彼のギャップは、誰もが魅了されるポイントだ。普段は天然で可愛らしい一面を見せる一方で、ステージに立つと一変し、プロフェッショナルなアーティストとしての一面を見せる。この変化に、ファンは毎日驚きと癒しを感じている。彼の表情を見ているだけで、 一生飽きないといとうファンの声もあるほどだ彼の真の姿を知ると誰もが彼を好きにならずにはいられない岸優太の存在は彼がいないと成り立たないと言っても過言ではない彼のバイブスとパフォーマンスは世界でも通用するものであり彼の存在感は圧倒的だバラエティ番組で見せる面白い一面とライブパフォーマンスでのかっこいい一面そのギャップがファンを引き込む 彼の真の姿をもっと多くの人に知ってもらいたい。ガン・ユータは、天然な部分があると言われることが多いが、それだけではない。彼の思考はとてもゆっくりで、周りのテンポについていけないこともあるが、頭脳明晰であり、その純粋な心が彼の魅力を一層引き立てている。彼は、どんどん大人の男性になり、どんどんかっこよくなっていく。その成長を見るのは、ファンにとって何よりの喜びだ。 彼は予想を遥かに超えてくるアーティストであり、そのパフォーマンスは常に最高だ。コーチャイラでの彼のパフォーマンスは光り輝くようなものであり、彼のダンスと歌の才能は天才的だ。再デビューしてからの彼の音楽は聴く人を楽しくさせ、その存在感は圧倒的だ。キシユタの魅力はただのアイドルではなく、その人間性やアーティストとしての成長が彼を特別な存在にしている。 彼の真の姿を知ると、誰もが彼を好きにならずにはいられないだろう。彼の今後の成長と活躍を、ますます楽しみにしているファンは多い。岸優太の今後の活動がどうなるのか、その成長を見守るのはファンにとっても楽しみだ。彼のパフォーマンスはいつも予想を超えてくるものであり、ファンを驚かせ続ける。彼の真の才能と人間性が、さらに多くの人に知られることを期待している。 岸優太の存在は、アイドルとしてだけでなく、一人の人間としての魅力を持っている。その純粋な心と、努力を惜しまない姿勢が、彼を特別な存在にしている。彼の今後の活躍を、これからも応援し続けたいと思う。また、彼らの関係はステージ上だけでなく、プライベートでも深いものだった。共に過ごす時間が多く、互いに助け合い、支え合うことで、 絆はさらに強固ななものとっっていったガン・ユータと平野翔の関係は、ジャニーズ事務所を離れた後も続いており、彼らの友情は永遠に続くものだと信じられている。彼らの関係は、ファンにとっても大きな感動を与えるものであり、その絆の強さは多くの人々にとっての励みとなっている。ガン・ユータと平野翔の関係は、ただのアイドル同士の友情ではなく、互いに支え合い。 高め合う真のパートナーシップであり、その絆はこれからも続いていくことだろう。ガン・ユータと平野翔の関係は、ジャニーズ事務所での共演を通じて築かれた深い絆であり、その結びつきは時間とともに強まっていった。彼らの友情は、多くの困難を乗り越えながらも揺るぎないものとして存在し続けた。平野翔が解雇の危機に瀕した際、岸ユータが彼を支え続けたエピソードは、 彼らの友情の象徴的な瞬間であり、ファンの心に深く刻まれている。ガン・ユータは、平野翔の才能と努力を常に尊敬し、その成長を見守り続けていた。平野翔もまた、岸ユータの誠実さと真摯な姿勢に感謝し、その友情を大切にしていた。彼らの関係は、ただの同僚以上のものであり、互いにとっての心の支えであった。彼らの友情は、 共にに過ごす時間を通じててさら深まっていっいたステージ上ではお互いのパフォーマンスを補完し合い最高のショーをファンに提供するために全力を尽くしていたプライベートでも互いに相談し合い助け合うことで絆を強めていったガン・ユータと平野翔の関係はただの友情を超えた兄弟のようなものだったジャニーズ事務所を離れた後も彼らの友情は続いている 新しい挑戦や困難に直面する中でも、彼らは互いを支え合い、励まし合うことで乗り越えてきた。岸優太の誠実さと真摯な姿勢は、平野章にとっての大きな支えとなっており、彼らの友情はますます強固なものとなっている。彼らの関係は、ファンにとっても大きな感動を与えるものであり、その絆の強さは多くの人々にとっての励みとなっている。岩優太と平野章の関係は、 ただのアイドル同士の友情ではなく、互いに支え合い、高め合う真のパートナーシップであり、その絆はこれからも続いていくことだろう。ガン・ユータと平野章の関係を通じて、私たちは友情の本当の価値と意味を再認識することができる。彼らのような関係は、ただの偶然ではなく、互いの努力と理解によって築かれたものだ。彼らの友情は、多くの人々にとってのインスピレーションとなり、 人生の中で大切なものを見つめ直すきっかけとなるだろう。このような関係を持つことができることは非常に貴重であり、彼らのようにお互いを支え合い、理解し合うことができる友情は人生において何よりも大切なものだ。菅雄太と平野翔の関係は私たちに友情の本当の価値を教えてくれる。そしてその絆がこれからも続いていくことを願ってやまない。